あの事件が起きたのは今から3ヶ月ほど前。赤ワインで有名なフランス・ボルドー地方では年に一度のブドウの収穫期を迎え、彼女ヒダ・レイコの父親が管理するサンテミリオンのシャトーでも豊かに実ったブドウから優雅でコクのあるワインが生まれようとしていた。このスープを作った人間をクビにしろ。今すぐにだ。お父様。怖かったろう、かわいそうに。私そんなつもりで。安心をし、シェフの代わりはいくらでもいる。でもこれはシェフのせいでは。おはようございます。お食事中お邪魔します。いや、北見君。どうかしましたか。君こそどうしたんだよ、こんなに早く。あ、ええ、例のものをお持ちしました。コレクターの間では幻のワインと呼ばれているものです。先日もお話したように、近くの古い民家を取り壊した際偶然発見されて、おそらく何代か前の住人がしまっておいたのをそのまま忘れてしまったんでしょう。幻のワイン、ラムール。はい、愛という名のワインです。これが3本とも手に入るとは、私もよほど運がいいらしいね。ええ、ボルドーはおろか世界中を探してもこのワインを持っている人は支社長の他にはいないはずです。飯でも食おう。君にはいろいろお世話になった。ごめんなさい、やはりお断りします。どうして、絶好のチャンスじゃないか。でも父に内緒でそんなこと。君はもう子供じゃないんだ。親の許しがなきゃ外も歩けないなんて、それじゃまるでカゴの鳥だ。父は私を愛しているのだから心配。そんなもの愛じゃない、縛りつけてるだけだ。君は本当の愛を知らないんだ。愛ってのはもっと。レイコ、どこにいるんだレイコ。ごめんなさい。まったく人づけ荒いよな。こんなバイトすんじゃなかったな。ああ、ちょっとよし。はいよ。あの二人本当はどうなんだい。親子というよりまるで恋人同士だってみんな噂してる。無理もないさ。父親にとって娘は永遠にして最後の恋人だからね。
じゃあ行ってくるよ。これで帰っていいわ。神父様とお約束があるの。もう子供じゃないのよ。じゃあここで待ってて、1時間ほどで戻ります。ありがとう。もうここでいいわ。いいの、こんなとこで。きっとあの木よ。間違いないわ。あの木がどうかした？今から100年ほど前のことなの。その頃、この辺りのブドウ畑では害虫の被害で一粒のブドウも取れなくなってた。そんな時一人の若者が害虫に強いブドウの木に別の品種のブドウを接ぎすることに成功した。彼はその苗木を密かに愛する娘に分け与えたが、彼女は敵対するブドウ園の娘だったため若者はリンチを受け、この木の下で二人手を取り合い死んでいったの。やがて彼が育てたブドウから再びワインが作られ、人々はそのワインをラムール、愛と名付けた。ラムールか。つまり二人は愛のために死んだってわけだ。ねそれよりさ、君の名前まだ聞いてなかったね。どうしよう。ばかりの人とこんな。ごめんなさい。あ、いや、ねえ待ってよ、送る。
業おめでとう。ありがとうお父様。これでようやく寄宿学校ともお別れだね。これからずっと一緒だよ。もうどこへも行かないでくれ。そんなものは愛じゃない。君は本当の愛を知らないんだ。愛ってのはもっと。これはおそらくメドックでしょう。しかもこの調和の取れた滑らかな風味は明らかにサンジュリアンのもの。わかりました。これはシャトーベーシュベルドワインですね。さすが評判のソムリエですね。もう長いんですか？ええ、かれこれ10年になります。では今度は私の方から皆様に本日の料理にふさわしいサンテミリオンのワインを選ばせていただきます。CJ, aidez-moi. Les clients là-bas, ils n'arrêtent pas de m'embêter avec des questions. Contrôlez, vous êtes sommelier maintenant. Ne le laissez pas venir. CJ, téléphone. Merci. Allô?玲子さん。北見さん、昨日はごめんなさい。私あれから行ってみたんです。北見さんに教えていただいたあの木の下へ。そしていろいろ考えてみたの。お会いできないかしら。C'est incroyable. C'est quand même pas ce que je vous ai demandé. Vous avez été sommelier. ごめん、仕事中なんだ。また後で。Mademoiselle, comment s'appelle-t-il? Boku? Soretomo Koitsu? Viens, viens, chante. Reiko, Reiko.つけて暗いかな。すごい、これみんなワインなの？そう、ここはワインのゆりかご。涼しいのね。まるで真冬みたいだわ。静かにワインが目を覚ます。
Reiko, ここがボルドの街だよ。これがボルド駅。このワイン取引所にはボルド中のワインがすべて集まる。そしてボルドのシンボル大賞は11世紀ものだ。今まで何をしてた？言うんだ。言わないか。坂井、坂井。ジャンという男を数ここに呼べ。どうしてそれを。ぐずぐずすんな、早くしろ。ママは君を捨てたんじゃない。愛を見つけたんだ。かけがえのない真実の愛を。真実の愛。僕とレイコの世に。もちろんさ、レイコ。そう、パリへいらっしゃるの。ああ、君も知っての通り、パリの真ん中に今でもブドウ畑があってね。そこのワインを一度試してみないかって誘われたんだ。私もなのよ。パリへ行こうって約束したの。
いいでしょう、お父様。入りましたよ。朝っぱらからブドウ畑の中這いずり回って、こんなきついなら止めてくれればよかったじゃないですか。誰だ、うまいワインが飲み放題だって喜んでたのは。あ、すいません。え、いい、吸わないんだよソムリエは。あ、俺明日パリ帰りますよ。今日バイト代もらえるし。ほんのゆっくりしとけよ。いい街だぞサンテミリオンは。そろそろ大学も始まるし、あの子にも振られちゃったしな。あの子ってそんな子がいたのか。いや、名前も知らない片思いですけどね。あ、そらそうと北見さん、ん？ジャンの噂知ってます？噂って？ワイン横流してるらしいって。横流し？どういうこと？デマだよ。僕がワインを盗んでるなんて。疑ってるの？いいえ。でもみんな僕がやったと思ってる。パリへ行きましょう。パリへ行くの。約束したでしょ。パリだったらあなたのこと悪く言う人なんか誰もいないわ。私決めたの。家を出る。君も二人で暮らすの。今すぐ。Qu'est-ce que tu racontes？ いいでしょう。じゃ行かないよ。金もないのにパリなんかいたって。なぜ、なぜなの？私たちこんなに愛し合ってるのに一体これ以上何が。金、金だよ。俺は金が欲しいんだ。じゃあ、あなたまさか。嘘、嘘でしょ。こんなに愛してるのに。愛してるさ。僕だってレイコを愛してる。でも愛だけじゃ生きていけない。生きていけない。知らないだけ。本当の愛を知らないだけよ。姉ちゃん。
ジャンの体からはワインの香りがしていた。ロシュ、結局ジャンの死は事故として片付けられた。この間は自転車だったからよかったけど、これにぶつかったら大変だぞ。でもよかった、君が一緒だとパリまで楽しみだ。君もサンテミリオンで働いてたの？綺麗な人ね。恋人？まさか。いやー、でも腹減ったな。死んだジャンの体に残っていたワインの香り、あれは彼女のシャトーのブドウ園ではなく、それよりももっと鉄分の多い砂利質の畑で採れるブドウ特有の香りをしていた。違う、一体何のワインだあれは。セイジ、qu'est-ce qu'il y a？ Le billet pour Paris que vous m'aviez demandé。 Oh, merci。Vous voulez monter ? Oui. Yes. Hey. D'où ça, non ? Fork, il y a un iPhone. Hein ?初めてだ、君みたいな人。ねえ、そろそろ名前聞いてもいいかな。あなたは？俺？いや、俺はさ、初めてじゃなかったの？
心の人でしょ。彼女のこと好きなんでしょ。今ならまだ間に合うわ。引き返して。いいんだよ、もう彼女とはとっくに終わってるから。ねえ、心配しないで。今の俺にはもっと大事な人がいるから。でなきゃわざわざパリまで車に乗せたりしない。初めて会った時からなんだかよくわかんないんだけど、一目惚れしたみたい。好きだ。ちょっと話があんの。いい？何の用なんだ？あなた、私のことを忘れられないはずよ。うぬぼれんなよ。じゃあどうして来たの？それは、そんなことまで言わしたいのか？私、マサトのことを愛してるの。仕方ないよ。資料の整理手伝ってほしいって教授に頼まれたんだからさ。つまらない。せっかくの週末に一人だなんて。そうだ、私も行こう。え？いいでしょ行っても。いや、あ、無理だよ。できないよそんなこと。あ、邪魔したりしないか。無理だって。わかったわ。仕方ないわね。ごめん。本当にこれが最後だよ。ね、パパとママ、マサトのこと待ってるの。
Mademoiselle. Mademoiselle, vos lunettes. Reiko が隣の町のペンションに? Oui, elle s'est tombée ça.どういうことだ。一体社長はどこにいるんだ。とにかく居場所が分かったらすぐに連絡してくれ。失礼します。坂井さん、今日こそ玲子さんに会わせてください。まだ病気だとごまかすつもりですか。実は今日彼女を見たという人がいるんです。彼女は病気なんかじゃない。ひょっとして姿を隠さなきゃならないわけがあるんじゃ。ジャンが死んだあの日以来、彼女はぷっつりと姿を見せなくなった。姿を見せなくなったって私のこと。あれから体調を崩してしまってずっとベッドにいたんです。ジャンがあんなことになってしまってとてもショックで。小林マストという青年をご存知ですか。酒井、喉が渇いたわ。お水をちょうだい。彼は僕の知り合いです。先日パリであなたといるところを見かけました。隣町へも彼と一緒に。人違いです。いや、人違いじゃない。これはあなたのものでしょう。最後のつもりで。本当だよ。愛してるのは君だけだ。約束して。え、もう二度と嘘はつかない。約束する。乾杯しましょう。あなたと私、二人のために。乾杯。何これ。ワインよ。100年前の。100年前忘れた。あなたと初めて会った時にあの木の下で話したこと。ああ、あのラムールだけど、どこで飲んだもん。確か幻のワインだって。幻なんかじゃないわ。この中には本物の愛が詰まってるの。風が出てきたみたいね。
vous êtes excellent. Vous m'avez très bien conseillé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Belle prise! Oh, il y a 10 minutes que tu es là, t'as encore une touche. Mais t'as une veine de croquis, mon pauvre! Oh. Oh, regarde ce qui arrive au fil de l'eau, là. On irait un canard. Il faut avertir la police! On vous appelle une ambulance, transportez le corps à la morgue. Ok. C'est vous qui avez trouvé le corps. Ah, oui. Quelle heure il était à peu près? 8h, 9h. C'est vous qui avez repêché le corps. On était là. Masato の死の知らせを聞いてすぐ、僕は玲子がいたというペンションを訪ねた。あの香りだ。ジャンの死体に残っていたあの香り、どこだ、どこにある。まさかラムール。これまでボルドー中のワインは全て試したつもりだった。だが初めて口にするこの味、もしかして。僕の推理では、ジャンの死体に残っていたワインも、ペンションに残されていたワインも、あの幻のワインラムールを置いて他には考えられなかった。思い過ごしだったのか。
そうか、ボトルさえあれば中身は何とでもなる。シャトーの人間なら簡単なことだ。やっぱり君か。帰りなさい。素敵なお部屋ね。鍵もかけずに不用心よ。ちょうどよかった。君に会いに行くつもりだったんだ。あのワインのことで。どうしてそれを？あなたと飲もうと思って。そこにない？乾杯しましょう。飲めば本物かどうかすぐに分かるわ。この香りを前にも嗅いだことがある。ジャンの服についてたあの褐色のシミ、そして君がいたはずのペンションにはなぜかこのワインが残されていた。疑ってるのね。私が二人を殺したと思ってる。私はジャンを愛したわ。マサトも愛した。ジャンも私を愛してくれて、マサトも私を。だけどあなたが話してくれたあの恋人たちのような話、あの愛、一体どこにあるの？そんなものどこにもなかった。どういうものか教えてあげなかった。でもダメだった。生きてるの？なぜ、なぜなの？私たちこんなに愛し合ってるのに、一体これ以上何が。金、金だよ。俺は金が欲しいんだ。生きて、生きてはいけない。ジャンもマサトもこの私の中で生きてるの。ずっと生き続けてるのよ。ずっと。
だよ。ずっと生き続けてるの。そこは日本の川に挟まれた小さな村だ。人々は陽気で親切で、そのくせ自分の畑で採れるブドウが一番だとみんな頑固に譲らない。その村行ってみないか。小さなブドウ畑でブドウを育ててうまいワインを作って暮らすんだ、君と二人で。愛してる。ずっと君が好きだった。いいのね、信じて。本気だった。彼女の取り返しのつかない罪なんか僕にはどうでもよかった。玲子と一緒に生きられるなら。Thank you.
お父様、やがて樽の中から行方不明だった守屋氏の遺体が発見され、一緒に入っていた凶器と思われるスパナには死んだ酒井氏の指紋が残っていた。解剖の結果、守屋氏の血液型は O 型で、スパナについていた血痕とも一致。ちなみに玲子の血液型は AB で、O 型の親から AB 型の子供は絶対に生まれてこない。その事実を知った時、酒井氏がなぜ玲子をかばって死んでいったのか、謎が解けたような気がした。酒井氏はもしかして玲子の。来てくれたのね。来てくれると思ってたわ。来ちゃいけない。来ちゃいけない。君は来ちゃいけないんだ。どうして？愛してます。誰よりもあなただけ愛してます。愛してるよ。僕の愛は君にあげた。だからこそ君は生きなきゃいけない。わかるね？どうして？行かないで！タミさんよ！一人にしないで！行かないでよ！生きるんだ。愛のために生きる。それが真実の愛なんだよ。